青ゲラは、キツツキ目キツツキカアオゲラ属に分類される鳥類。日本固有種。全長29センチメートル。体重120から138グラム。体上面の羽衣、おはや翼は黄緑色で和名の由来になっている。背中や肩羽は灰色みを、腰やおはは黄色みを帯びる。胸部の羽衣は灰褐色。 腹部の羽衣や脇部の仮面は白く、体側面から下をずつにかけて、アルファベットの V 字状の黒い斑紋が入る。頭部や頸部の羽衣は灰色で、くちばしの基部から側頭部にかけて黒い筋模様が入る。額線の一部は赤く、喉は白い。初列風切りは黒褐色で白い斑点が入る。交彩は暗赤色。上くちばしの色彩は黒く、 下口橋ばしの色彩は黄色みを帯びる。講子の色彩は灰色。オスは、額から高頭にかけての羽衣が赤く、学生にある赤色部の面積がより大きい。メスは、高頭の羽衣のみ赤く、学生にある赤色部の面積がより小さい。南に分布する個体群は小型で、体色が濃くなる傾向がある。平地から山地にかけての森林に生息する。 あまり季節の移動しないが、アシュアオゲラは住宅地などでも観察される。植生は動物食傾向の強い雑食で、主に幹や枝で昆虫を採食するが、果実も食べる。樹上でも地表でも採食を行い、地上でありも採持する。生木の幹に穴を掘った巣に、1回に7から8個の白色無反の卵を産む。私有交代で放卵する。鳴き声は、 キョッキョッ。非時に、ケレケレケレと鳴くこともある。繁殖期には、口笛のようなピョーピョーピョーという声も発する。ありがとうございます。